青コーナーより楠田雅美入場。味のあるベテランがやってまいりました。会場のファンも大歓声で迎えています。赤コーナーより柳沢隆史入場。魔界の蹴り込み隊長でありますこの男、柳沢隆史が入場してまいります。176cm 84kg 楠田雅美頑張れ。赤コーナー 191cm 105kg 柳沢レフリー山本小鉄。柳沢打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。馬乗りから張っていった。どう打ち込みます。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えないですね。ああそうですか。カウンターで切り返してまいります。バックに回ります。ハンマーを振りかざします。足攻めに転じます。肘を打ち込んでまいります。ブロックします。タックルでぶちかまします。ラフ殺法に転じます。組みに行きます。投げてまいります。スリーパーに捉えます。先ほどから館内のボルテージがすごいんですが、戦っている時ってお客さんの声って聞こえるもんなんですか。いやあのね、全部は聞こえないですけど聞こえますよ。まあ苦しい時とか本当頑張れますからね。ファンの声援っていうのは本当ありがたいもんですよ。そうなんですか。逆に投げてまいります。組み合います。そのまま倒します。長年在籍したパンクラスを離れ、魔界クラブの一員として新日本プロレスにやってまいりました。この柳沢隆史、パンクラスで学んだ技術と長身から繰り出す破壊力抜群の左蹴りには定評がございます。この男まさに魔界クラブが誇る驚異の和製大砲であります。行くのか。コーナーに振ってパンチで返します。全身でぶちかましてまいります。膝へのキックです。リストを固めてまいります。あっと飛び膝、銀が突き刺さった。1 2 3 4。腕をフックします。膝を使ってまいります。顔面に小手を見舞います。ダウン1 2 3 4。次のダウンが
ファイナルダウンとなります。ローキック抱えます。させません。腕を捉えます。逆に返します。腕を回します。ストマックを狙ってまいります。ロックアップ。対角線に飛ばした。ストンピングです。アキレス腱固めに移行します。ロープブレイク。組み合います。逆に倒します。スタンディングを取らせます。腕を取ります。逆に腕を取ります。アームブリーカーに取ります。掴んだ。頭突きを打ち込みます。後頭部円陣。ストンピングを叩き込んでまいります。組みに行きます。返してまいります。エルボー。ストンピング蹴りつけてまいります。おっと逆に捉えた。チョークで締め上げる。組み合った。そのまま締め上げる。膝を突き上げていった。引き起こす。あっと、あっと、ここで試合を止めた。青コーナーより日野勝る入場。さあ、格闘界の王子様、イケメンファイターが入ってまいりました。赤コーナーより佐田さん入場。185cm 105kg サダさん頑張れ。レフリー頑張れ。山本小鉄ガンガン行け。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ、放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。腕を取ります。腕を狙ってまいります。
フロントに捉えます、耐えます。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えないですね。ああそうですか。ロックアップ、フライングメイヤーで倒します。ドロップキックを放ってまいります。掴んだ、チョップであります。ローキック行くのか、ロープに飛ばした。組み合います。プロとして戦っているとね、どっかしら必ず悪いところが出るんですよ。首、足、膝上げ出したらキリがないですけど、でも泣き言は言ってられないですからね。ああ、そうですよね。小手を打っていきます。キック攻撃を見舞います。組みに行きます。投げてまいります。スリーパーで締め上げます。バーリートゥードでの戦いぶりを熟知しておりますこの男。その蛇のように絡みつくグラウンドテクニックはまさに芸術品。さあ今宵も秒速で相手を仕留めるのでありましょうか。ダウン、ワン、ツー、スリー。バックを取ります。振りほどきます。張ります。抱えます。あっと、エルボー、腕を捉えます。エルボー、ローを打ってまいります。バックに回った、バックに回ります。今のは力で持ってった感じになりますね。ダウン、ワン、掴みます。足を狙ってまいります。スタンディングを取らせます。スープレックスを見舞います。エルボードロップを落としてまいります。相手の距離に入んない方がいいですね。間合い取りたいですよね。ロープに振ってホイップしてまいります。引き起こします。パンチで返します。鋭いキックです。組み合います。顔面を狙ってまいります。クレイジーサイクロン、館内も盛り上がります。あっと、手刀を落とします。頸動脈を狙います。腕をフックします。させません。掴んだ、脳天チョップ、ガッツポーズ入った。頭を掴んで、あっと、そのまま倒していった。ガードポジションに移行した。集中しないとダメですよ。はい、動きを止めにいった。おっと、しがみついていった。ここは捉えていく。ここは捉えていく。おっと、外した。クレイジーサイクロンが決まった。クレイジーサイクロン強烈。ダウン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ。次のダウンがファイナルダウンとなります。いけるか。コーナーに振った、ドロップキック、放っていくのか。ジャンプ、あっと、ここで試合を止めた。倉中武宏入場。
バージュニアを目指すこの男、声援に乗っかって入場してまいりました。赤コーナーより柿原正人入場。さあ、優の魂を胸に秘め、柿原正人が入ってまいります。163センチ、70キロ、クラナカタケヒロ。ガンガンいけ。赤コーナー180センチ、95キロ、カキハラマサヒト。レフリー山本小鉄。打ち鳴らされました。さあ、放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。翔太を見舞います。正面から投げを見舞います。掴んだ。ストマックへの攻撃であります。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どっちが優勢とかじゃなくて、お互いに意地がありますからね。スリーパーに捉えます。行くのか。ボディースラムで投げてまいります。プロとして戦っているとね、どこかしら必ず悪いところが出るんですよ。首、腰、膝、投げ出したらキリがないですけど、でも泣くことは言ってられないですからね。ああ、そうですよね。キックを打ってまいります。組み合います。フライングメイヤー。ゴツゴツした鈍い音が響きます。掴みます。キックで返します。さあ、今宵も威勢のいいファイトを見せておりますこの柿原正人。あの木村健吾から稲妻レグラリアートを伝授されたこの柿原が、優の魂とそして木村健吾の稲妻スピリットを胸に戦ってまいります。蹴りをぶち込みます。冷静に行きたいですね。落ち着いてね。はい、ぶっつんしちゃったらダメですよね。パスしましたよ。はい、足を絡めます。体重移動がうまいですね。マウントに移行します。展開が止まります。下から返してまいります。外してまいります。組みに行きます。返してまいります。起こしてまいります。小手を打っていきます。逆に返します。引き起こします。ソバットを放ちます。ランニングしたらエルボー。脇固めに移行してまいります。ロープにブレイクしました。テイクダウンを奪います。かかとを落とします。ダウン、ワン、ツー、スリー、フォー。掴みます。エルボーで返します。ロックアップ。ロープに振った。稲妻レッグラリアート。
腰を落として逆片指固めの体勢です。組み合います。逆に振り返して巻き投げてまいります。起こします。させません。組みに行きます。あと返します。スタンディングを取らせます。ローリングしてのキック、フライングリールキック、起こしてまいります。レッグラリアート、腰を落とします。ジャーマン肩口からオフコンター。組み合った、逆に返した、引き起こす、頭を掴んで、あ、掌底、起こした、ブロックした、あ、入ったか、ちょっと危ないですよ。見栄を切った、強烈なキック、ガチッと組み合った、あと逆に返した、足を殺していった、フライングに、おっと、ノックアウト。青コーナーより ufilecamp.com 石原遠い入場。生まれ変わりましたこの男、自信満々の入場シーンだ。赤コーナーより新日本プロレス世紀末覇王北斗の名のもとにジョシュ・バーネット入場。ジョシュ・バーネットが入場してまいります。バーネット行けよ。ニュールール15分一本勝負を行います。青コーナー ufilecamp.com 178cm 95kg 頑張れ石原頭皮。ジョシュ。赤コーナー新日本プロレス191cm 117kg ジョシュ。ジョシュバーネット。レフリー山本小鉄。さあ運命の鐘が鳴った。実況席には桃田さんをお呼びしています。さあ両選手の眼差しご覧になってどうですか。そうですね、この舞台でねプレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。そのまま倒してまいります。
打ち込んでまいります。逆に振り返して、ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えないですね。ああ、そうですか。エルボー組み合います。ボディースラム、足を取ってアキレス腱であります。ナックルを打ち込んでまいります。ストマックを狙ってまいります。行くのか。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振りかざします。嬉しい逆十字の体勢、ロックアップ、正面から投げを見舞います。グラウンドでの攻防に持っていきます。早い倒し方ですね。こっから攻めていきたいですよね。はい、早かったですね。させません。パンチで返します。パンチで返します。外してまいります。強烈に打ち込みます。掴みます。キックで返します。抱えます。させません。掴んだ。ヘッドを連続で放ってまいります。ラフ殺法に転じます。組みに行きます。逆に投げてまいります。バットを返します。腕を回します。エルボーで返します。このポーズです。ストマックへの攻撃であります。腰を落としリバースで返します。ストンピングです。ロークック、フロントに捉えます。パンチで返します。掴みます。逆に返します。組みに行きます。ホイップしてまいります。バックに回ります。岩石落としで叩きつけます。相手を挑発してまいります。起こしてまいります。膝へのキックです。行くのか。コーナーに振った。2位を蹴り上げます。バックを取ります。今のは力で持っていった感じになりますね。ええ、腕をフックします。蹴りを見舞ってまいります。エルボー強烈、強烈逆肩エビ固め、強烈なローダー、そのまま水車落とし、気合を入れた。抱えた。フロントからのスープレックス、腕しげ入った。バットキャッチした。そのまま倒していった。バット返していった。腰に手を回した。危ない。スマートも打ちましたよ。これはダメージありますよ。1 2 3 4 5。おっと、三歩式の締めを決めていった。残り試合時間5分。ローキック強烈、腕を振っダブルアームスープレックス、ストンピングを叩き込む。スリーパー落とすのか。腕を回した。ブレンバスターで切り返した。
サイドを取った。あっと、そのまま後ろに投げていった。ダウン、ワン、ツー。次のダウンがファイナルダウンとなります。組み合った、ロープに振った、打ち込む、おっと、ノックアウト。コーナーよりヘラクレス大月入場。さあ、革命をぶち上げてまいります。この男、時代を変えるための戦いに出撃であります。赤コーナーよりアイアムプロレスラー真田信久入場。さあ、最強の称号を胸に秘め、平成の格闘王が入ってまいりました。92cm、92kg、ヘラクレス大月。頑張れ。赤コーナー185cm、98kg、ガンガンいけ、真田信久。レフリー、ガンガン山本小鉄。頑張れ。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ、桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあ、ではそのあたりを注目してまいりたいと思います。ハンマースルーをさせない。小手組みに行きます。あっと投げてまいります。リストを固めてまいります。ここまでの戦い振り返り、ご覧になっていかがでしょうか。これはまだ五分五分ですね。そうですか。させません。掴みます。ストマックを狙ってまいります。行くのか。ハンマースルーをさせない。ローを打ってまいります。掴んだ。肘を打ち込んでまいります。おっと、逆に捉えた。バックに回ります。後頭部を捉えます。僕もそうなんですけど、心というのは常に恐怖感との戦いですよね。だからいかにして精神面をタブにするかっていうことが大事になってきますよね。あ、なるほど、そうだったんですか。ダウン、ワン、ツー、スリー。次のダウンがファイナルダウンとなります。掴みます。ストマックへの攻撃であります。掴んだ。ハンマーを打ち込んでいきます。己の強さのみをタヌキに追求する姿はまさにシューターといったところでありましょうか。得意のキッカンサブミッション攻撃、その気で今夜もますます冴え渡っています。抜けてまいります。
イクダウンを奪います。パンチで返します。パンチで返します。させません。グラウンドの打撃効果的ですよ。はい、ガードします。決めれませんね。外してまいります。組み合います。逆に倒します。引き起こします。上から潰します。逆に上になります。ブロックします。ガードします。下から切り返します。マウントからショーダーを入れていく。おお、馬乗りから相当見舞っていく。ガードを取ります。上を取ります。抜けてまいります。ロックアップ。逆に返します。あっと、そのまま倒します。ブロックします。スイープしてまいります。あっと、マウントからのパンチ。馬乗りからパンチを浴びせる。足を絡めます。させません。させません。外してまいります。ローキック。あんまり打撃に付き合わない方がいいですね。はい、そうですね。行くのか。ハンマースルーをさせない。掴んだ。キックで返します。立ってまいります。乾いた音が館内に響きます。空中戦を狙いそうだ。コーナー最上段からドロップキック。膝へのキックです。組み合います。ハンマースルーをさせない。ロックアップ。あっと、そのまま投げてまいります。起こします。ガードします。あっと、外した。頭を掴んで、あっと、逆に蹴っていった。させません。このポーズいけるか。飛びついての腕しぎ逆十字。自慢のボディを保持しながら入ってまいりました。
赤コーナーよりサエバアキラ入場。183cm 125kg ビッグスタミナガンガンいけ。赤コーナー 192cm 115kg 頑張れサエバアキラ。ガンガンいけ。レフリー山本小鉄頑張れ。打ち鳴らされてまいりました。さあ放送席、解説は桃田さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌ツヤがいいですね。いい練習してきたんじゃないですか。ああそうですか。ダウンワン。パンチ攻撃です。テイクダウン。させません。パンチで返します。パンチで返します。抜けてまいります。あっと、そのまま倒します。ストバックに突き刺さります。外してまいります。掴みます。このあたり、タフに転じてまいります。フロントに捉えます。蹴ってまいります。テイクダウンを奪います。ストバックへの攻撃であります。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですよね。要するにファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。ハイキック側頭部。ダウンワン、ツー、スリー、フォー。次のダウンがファイナルダウンとなります。体の重心が低いですね。これはなかなか切れないですよ。ああなるほど、そうですか。掴んだ。させません。間合い取った方がいいですね。危ないですよ。ええ、ちょっと距離を取りたいですね。外してまいります。抱えます。正面からの投げを見舞います。ダウン。どう打つ。ノックアウト。さんをお呼びしています。さあ両選手の眼差しご覧になってどうですか。そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。エルボー、キックを打ってまいります。行くのか。あっと、そのまま投げてまいります。ローを打ってまいります。ロックアップ、フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーが襲ってまいります。蹴りをぶち込みます。掴みます。ストマックを狙ってまいります。掴んだ。ストマックへの攻撃であります。キックを打っていきます。ストマックに突き刺さります。ブロックします。
強烈に打ち込みます。ストマックへの攻撃であります。なんて言うんですかね、プロっていうのは強いってことも大切なんですが、何か人を引きつける部分っていうか、そういうことがないと上にはいけないですよね。ああ、そういった部分は確かに大切になってきますよね。そうですね。させません。首根っこを掴んだ。キックをコンビネーションで打っていく。さあ、腕しぎの体勢だ。己の強さのみをたむきに追求する姿はまさにシューターといったところでありましょうか。得意のキックアンドサブミッション攻撃、その切れ味は今夜もますます冴え渡っています。組み合った。ハンマースルーをさせない。掴んだ。あっと、逆に蹴っていった。頭を掴んでハンマー気味のパンチ、いけるか。あっと、投げていった。締め上げていった。あっと、逆に腕を取った。ガチッと組み合った。あっと、逆にキック。ガードした。フライングニール、扇子を広げた。テイクダウンを奪った。外した。ガチッと組み合った。ハンマースルーをさせない。フロントに捉えた。ベリートゥベリースープレックス。ダウン、ワン。強烈なローだ。抱えた。あっと、フロントスープレックス。引き起こす。あっと、ボロに食らった。デンジャラスですよ。ワン、ツー。腕をフックした。フロントスープレックスで引っこ抜いた。強烈に締め上げる。首根っこを掴んだ。キックの速射砲がうなる。コーナーより山崎和夫入場。する超人類ゴールデンハンマー入場。アメリカの超大物、この男が入場してまいります。
て。ヤマちゃん。ニュールール。15分一本勝負を行います。青コーナー、184センチ、103キロ。山崎和穂。赤コーナー、山ちゃん、190センチ、120キロ。ゴールデンハンマー。レフリー山本小鉄。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。バットキャッチした。そのまま叩きつけます。起こします。掴みます。ストマックへの攻撃であります。掴んだ。ストマックに突き刺さります。ショーケー組み合います。ボディースラム、スタンディングを取らせます。蹴りを見舞ってまいります。行くのか。逆に振り返して剛腕ラリアット。ラリアットものすごい。ストンピング、蹴りつけてまいります。ちょっと効きましたよ。はい、ちょっとグラッときましたね。強烈に打ち込みます。組みに行きます。返してまいります。蹴ってまいります。フロントに捉えます。させません。掴みます。ヘッドを打ってまいります。蹴りをぶち込みます。キックを打っていきます。振りほどきます。ローを打ち込みます。さあ早くもそのパワーファイトは全開といったところでありましょうか。来日を果たした脅威のパワーモンスター、ナンバーワン外国人の座を星淡々と狙ってまいります。顔面が歪みます。ショーダを見舞います。ロックアップ、コーナーに振った。ニールキック、ロックアップ、逆に倒します。バックドロップの体勢。さあバックドロップだ。引き起こす。ものすごい転写道。3、1、2。カウンター。危ない状況ですよ。起こした。抱き起こす。ガジェット組み合った。そのまま叩きつけていった。ダウン、ワン、ツー。次のダウンがファイナルダウンとなります。腕を取った。あっとエルボー。いけるか。あっと切り返した。あっと逆に脇固めで切り返す。強烈なキック、ローキック、強烈。蹴っていった。抱えた。外した。あっと逆に腕を取った。岸壁の母の胸に抱かれました。あっと逆に捉えた。足を決めていった。組み合った。正面から投げていった。アキレス腱を決めにいった。おっと逆に捉えた。あっと逆にキック。あっとキャッチした。ドラゴンスクー。アキレス腱がダメだ。アキレス腱がダメ。
ここでロープブレイク。頭を掴んでニーリフト強烈。バックに回った。あと逆に脇固めで切り返す。かかと落とし、腕をフックした。スライダーで投げていった。立たせていく。ライアット強烈。抱き起こす。腕を回した。あっと、ジャックハマーで叩きつけた。あっと、ここで試合を止めた。青コーナーよりウォルフバーン入場。さあ、戦場のサンビストコマンドウルフが入ってまいりました。よりアイアム UWF 田村清入場。U 最後の遺伝子田村清が入場してまいります。190cm、94kg、ウォルフバーン。頑張れ。赤コーナー180cm、87kg、田村清。レフリー山本小鉄。頑張れ。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。実況席には桃田さんをお呼びしています。さあ、両選手の眼差しご覧になってどうですか。そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。ストマックを狙ってまいります。ブロックします。抜けてまいります。小手を打っていきます。行くのか。グラウンドに持っていきます。脇固めに移行してまいります。掴みます。ストマックへの攻撃であります。あっと、そのまま倒します。マウントに移行します。足を絡めます。強烈に打ち込みます。これは読まれてますね。はい、させません。ガードします。ガードします。
外してまいります。間合いを嫌ってまいります。パンチで返します。顔面が歪みます。胴を打ち込みます。首に行きます。逆に返します。腕を捉えます。寝技のスペシャリストでありますこの男、そのサブミッションの数々は瞬時に相手の逆観察を決めてしまう代物であります。そのあたり注目してまいりましょう。おっと、逆に捉えた。させません。同締めのスリーパーに入ります。腕を取ります。倒してまいります。あと返します。蹴りをぶち込みます。ブロックします。顔面蹴り。返してまいります。バックを取ります。おっと、逆に腕を取った。ロープに逃れました。積極的ですね。思い切りがいいですよ。そうですね。マウントを取ります。ガードを取ります。スイープしてまいります。逆に上になります。パスしましたよ。はい。下から返してまいります。上を取ります。おお、馬乗りから相当見舞っていく。足を絡めます。外してまいります。テイクダウン。切り返します。鋭いキックです。抱えます。パンチで返します。テイクダウンを奪います。させません。ブロックします。させません。下から切り返します。うまく返しましたね。抜けてまいります。腰を落とします。飛びついた。腕を取った。これは効果的ですよ。はい、入りましたね。そのまま倒してまいります。ガードします。入ってますね。マウントに移行した。ブロックした。ガードした。ストバックに突き刺さった。させません。させません。おっと、外した。ガードした。ハイキック。ダウン1。次のダウンがファイナルダウンとなります。あっと、そのまま倒していった。あっと、うまく切り返した。あっ、捉えたか。これはダメージありますよ。フロントに捉えた。スープレックス効きましたね。